どうも MJ です。フォールアウト76のユニークなおすすめキャンプスポットの紹介をしていきます。今回ご紹介するキャンプスポットはレイダーが住処にしていたキャンプスポットとなります。簡単な紹介となりますので参考程度にご視聴いただければと思います。ご紹介する一つ目のキャンプスポットの場所はマップで言いますとボルト76から北東にありますベイリー家のキャビンの近くにある場所となります。ご紹介する二つ目のキャンプスポットの場所は、マップで言いますと、ボルト76から北東にあります。改装された軍需工場の北にある場所となります。
簡単なご紹介となりましたが、レイダーが住処としていたキャンプスポット2カ所の紹介となります。今回はクラフトの方をしていませんが、また良ければこちらの方でクラフトの方をしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。